はい、新でスター、本日の動画はサムネタイトルの通りでございますが、ベストボディジャパン大会当日の流れについて、イエイ。はい、僕はですね、ベストボディジャパンの細身部門、モデルジャパンに出場し始めて7年目の選手の一人でございます。今年はですね、日本大会モデルジャパン総合グランプリを目指して頑張っております。大会ね、出られてる方一緒に頑張っていきましょうということで、早速大会当日の流れについてお話していきたいと思います。ベストボディジャパンはですね、ベストボディジャパンという健康美を競うコンテストと、僕が出ている細身のモデルジャパン、そしてですね、スポーティーな体を競う、この筋量が求められるマッスルモデルっていうものね、3部門が男女別のカテゴリーとしてございます。で、その3部門があった体で今日はお話していきたいんですけど、まず選手の受付っていうのが、11時20分まででございます。大会当日ね。基本的には受付スタートが11時くらいからっていうふうに言われてるんですけど、まあ、このご時世っていうのもあるので、ちょっと密を避けたりだとか、明らかにこうちょっと選手が多くて詰まってきたなっていう場合は、最近はスタッフさんの方で、あとは会場の方の準備が整い次第入れていただけるっていうような感じにはなっております。で、締め切りが11時20分なんですけど、基本的にはここに遅れてはいけないかなっていう感じです。よっぽどの理由がない限り。ただ、関東大会、ね、5月だったかな、の関東大会の時に、電車がめちゃめちゃ遅延してて、僕の過去の動画見ていただくと分かると思うんですけど、僕タクシーで行ったんですけど、その時に、自分の出番までこう間に合えば大丈夫だったっていう方もいらっしゃったので、もうそういう、遅延とか、もう本当にやむを得ない場合は、遅れても許されるケースはあるっていう感じですかね。ただ、まあ、そういう、こう、電車が遅れちゃうとか、まあ、その交通機関の関係でっていうのも、考慮した上で、本当に前もって何時間前から行動するっていうのはすごい大事かなと思います。早く着きすぎる分に関しては、自分自身が待てばいいだけなので、2時間前に到着するか2時間遅れに到着するか全然話が違うじゃないですか。で、やっぱ本当に早め早めの行動が、より大会当日は大事なんじゃないかなと思います。そっから個人的には審査も始まってるかなと思います。まあ、人間性的なところですね。はい。で、受付が終わりました。で、基本的に11時半ぐらいから、選手のルールミーティングっていうのがあります。ルールミーティングに関しては、流れとしては、どういう感じでとか、その進行の話とか、ダブルエントリーしてる方は、写真撮影を、最初のエントリーしてるところでやってしまうと、自分の出番に間に合わなくなってしまう可能性があるんで、モデルジャパンの後にベストボディに出るんだったら、ベストボディだけで写真を撮ってくださいとか、どういう場所から出てきて、どういうステージングで、どういう方向に進んでとかっていう話があります。はい。なんで実際の大会会場で今回初めて参加される方とか、こう手を上げる場面があります。遠慮なく手を挙げてください。で、事前にその協会が送ってる、動画ですね、どういう風に進行でやっていくかとかっていう動画を見たことある人っていうのがあります。で、まあ、そこで見てる方は手を下げるんですけど、見られてない方とか手を上げっぱなしの、ことがあります。極端な話ですけど、大会って学生とかでいうと、こうね、筆記試験とかのこうテストと同じようなものじゃないですか。まあ、センター試験とか、そういったものを、事前に学んでおかないっていうのは、それもまた一つ知性とかねっていうところに欠けると思うので、やっぱりこう前もって見ておくっていうのは非常に大事かなと思うので、ぜひこの動画見ていただいた方は、あ、やべ、ちょっとまだ見てなかったら見とこうかなっていう感じで、書類審査ね、通過された方はメールが届くんで、そちら絶対見ていただければと思います。やっぱり当日に少しでも不安がない状態で出るっていうのはめちゃめちゃ大事なことだと思うんで、それがステージに現れると思うんで、事前に確認はしっかりしておきましょうと。はい。で、11時半からミーティングがありまして、だいたい11時45分とか50分ぐらいには終わります。で、そこから何なりこう準備を始めていって、会場が12時、半ですね。で、選手の出番がだいたい12時35分以降ぐらいからになってきます。で、順番なんですけど、まあ、ベストボディ、モデル、マッスル、
ありますが、基本的に最近は3部門開催の時はモデルジャパンから始まります。モデルジャパンから12時35分ぐらいからスタートして、その後にベストボディマッスルっていう感じですね。マッスルが最後なのは基本的に変わりはないです。まあ、日本大会はどうなるか分かりませんし、去年の日本大会は本当に一つ一つ完結型の大会だったので、今年も密を避けるためにそうなるかもしれないですし、まあ、10周年の記念なんでね、やっぱ集合写真とかすごいいいと思うんで、全体で、ね、進行して行うかもしれないですけど、そこはまだ分からないですね。はい、なんで3部門開催の時は基本的にモデルジャパンのフレッシャーズクラスから始まる。ベストボディだけの時はもちろんベストボディだけですよね。でベストボディとモデルだけの時はベストボディから始まります、っていう感じでございます。3部門の時はモデルから、2部門ベストボディとモデルの時はベストボディから、これ覚えておいてください。で、呼ばれるタイミングなんですけど、まあ、11時50分とかぐらいに遅くてもルールミーティング、選手ミーティング基本的に終わります。で、12時10分とか、そのぐらいにはもう最初のベストボディのフレッシャーズの方か、まあその先頭の方ですね、モデルから始まるのであればモデルのフレッシャーズの方からもう呼ばれます。なんですぐ呼ばれるんで、本当にもうルールミーティングが終わったらもう、ああもう呼ばれるんだなっていう心構えはしといた方がいいです。なんでその出番が前もってモデルからスタートで、モデルからっていうの分かってるのであれば、まあ、ベストボディとかもそうですし、分かってるのであれば事前にも最初からパンツは履き替えてた方がいいです。もうゼッケンもつけておく、でその状態でルールミーティングに参加するっていうのが大事かと思います。後の方のね、マッスルの方とかは全然まだまだゆったりしてていいと思うんですけど、最初って分かってる方はもう本当先にやっといた方がいいかなっていう感じでございますっていう進行で始まっていきます。で、まあ、そこからの進行は、予選をやって、まあ、予選各グループが様々あって、まあ、予選が終わりましたと。例えばフレッシャーズと、ベストボディのこのミドルが終わりましたと。で、大体そのマスターズとゴールドがやっててるぐらい、やり終わるぐらいの間には、最近はね、もうすぐ控室にパッて、ファイナルに行ったかどうかの、結果用紙が貼り出されます。はい、そちらを確認いただくっていうような感じですね。はい、で、基本的にその順番ですね。で、出番のこの呼ばれるタイミングなんですけど、例えば、モデルジャパンがベストボディの後だったとしましょう。ベストボディとモデルの2部開催、次僕が出る新潟大会はそんな感じなんですけど、自分が出るカテゴリーの2個または3つ前ぐらいのタイミングで、控え室から、声がかかるっていうふうに覚えておいてください。なのでベストボディのガールズが終わってレディースが終わったぐらいから、モデルジャパンのフレッシャーズ、そしてミドルが呼ばれるイメージなので、自分の出番の2つ3つ前ぐらいにこう前もって準備しておく必要があるかなと思います。はい、っていうのがね、まあ、予選決勝も含めてなんですけど、その流れになります。で、まあ、予選通過者が発表されて、で一旦その審議の時間と、審査員の方々のちょっと休憩時間が入りますと。2、30分ぐらいですね。でその後に、実際にファイナル審査、まあ、決勝ですねが始まります。で決勝は、まあ、最大10人がいて、ファーストコールで6人呼ばれて、6人から4、2という形で、まあ、順位決めされていくというような感じでございます。で、まあ、順位決めが終わりました。で、まあ、一通り全部終わったら、表彰式という流れには、なります。なんで3部門開催の時はだいたい時間でいうと、まあ、7時過ぎぐらいまではかかるかなとは思います。まあ、やっぱりエントリー人数によってもちろんその前後はすごいするんですけど、基本的には、まあ、トータル見ていくと、前もった行動がとにかく大事ですよっていうような感じでございます。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとこうね、本当にざっくり、大体目安程度な感じで見ていただければと思いますが、流れをお話しさせていただきました。まとめさせていただくと、締め切り
エントリーの締め切りが、エントリーというか選手受付が11時20分までで、11時半ぐらいから、選手のルールミーティングが始まって11時50分ぐらいに終わりますよと。そして、12時過ぎ、まあ、12時10分ぐらいには、最初のねフレッシャーズクラスの出番の方が呼ばれますよと。で、まあ、あとはその進行通りに進んでいって、自分が呼ばれるタイミングっていうのは、自分の2、3個前の、カテゴリーの方が、実際にこうやられてるタイミングに合わせて動くと。まあ今、スポブリやったりとかしてるし、あとは随時ね、あの控室から覗けたりする場合は見て、あ、今こういう、クラスがやってんだなっていうのを確認しながら、やっていただくのがいいかと思います。で、まあ大会が一通り終わったら、最後に表彰式っていうような感じになりますね。はい。っていうのが、まあ一通りの流れでございます。ぜひね、不安なく大会当日を迎えて、楽しんでいただくためには、本当事前確認がすごい大事だと思うんで、まあぜひね、僕の大会当日の流れの動画とかも、まあ実際の大会ね、に出た日に撮ったりとかもしてるんで、まあ、そのあたりちょっと見ていただいて、皆さんのね大会当日最高のパフォーマンスに、ね、繋がっていただければ僕も嬉しいので、ぜひチェックお願いいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。